Hey guys! モンスタージオン TV! 始まりました、モンスタージオン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたは因果ざらしということでやっていきましょう。久々の最強ランキングやっていきますよ。今回は大将の最強ランキングをやっていきたいなと思います。過去にね、海軍の最強ランキングだったりとかっていうのはやっておりますが、大将だけをまとめたっていうのは今までにやっておりません。そしてね、その時から僕もちょっとね、考えるところはいろいろとありまして、そこの流れっていうのは若干変わってたりします。なので、最新の大将のランキングっていうのをやっていきたいなと思います。だけどこれっていうのはすでに抜けている青木地さんだったりとか、大将から現世になった赤犬さんも含めております。今までの過去の大将とかそういったのも入れたようなね、ランキングを今回皆さんにお届けしていきたいなと思います。それではやっていきましょう。さあ、まずはランキング5位からの発表でございます。ランキング5位は緑牛でございます。ここで緑牛が出てきます。いやー、これはね、正直情報が少ないっていうのもありますね緑牛に関してはどうなんでしょうね。食事をしてないっていうような話があったりとか、そしてなんとなくだけど、まあ緑も入るっていうことで、そういった悪魔の実の能力者なんじゃないのか、過去に出てきたモサモサのね、まあ上位版っていう風に考えてはいます。言うのであれば、ナルトのね、初代ホカゲ様みたいに木を使うようなね、そういったようなイメージでございます。だから緑牛がそういった、まあ、木を使ったりとかね、守りだったりとか草木を操るような能力なんじゃないかなと僕は考えていて、まあ現状ではとりあえず5位、まだね情報不足だったりとか、まあ新たに大将に入ったばかりっていうのも含め5位に入れておりますが、ただ大将に入った時点でやはり力っていうのはもう認められているわけでございますよ。新しく入ったからといってすでにいる大将たちに劣るっていう考えは違うんじゃないかなと思いますんで、まあ現状では5位だけど、これってのは全然変わってくるんじゃないかななんて僕は思います。そして続いていきましょう。続いて第4位でございます。4位はキザルさんでございます。ここでまさかのキザルさんが出てきます。いやー、もう出てきましたキザルさんっていう風になると思いますが、これもね、悩んだね、本当にね、難しいんですよ。もう誰が来るかっていうのは本当にね、これ決めづらいところではございますが、まあキザルさんがね、ここで来た理由としては、やはりこれはゼファー先生にも言われておりますが、能力に頼りすぎっていうね、まあそれはそうですよね。光でございますからね。自分が悪魔の実でピカピカの実を食っていますってなったら、自然とちょっと特訓は怠っちゃうかもしれないよね。だからこそキザルはね、悪魔の実に頼りきっているっていう風に評価をされている。で、もしもこれで武装色だったりとか、まあ、もろもろの覇気が全然使えないというような流れがさらに来てしまったら、やはり特訓をせず悪魔の実の能力に頼り切ってしまったかというところになりますが、まあでも大将ですからね。大将が果たして悪魔の実だけに頼ってるのかって言ったら違うんじゃないかなと。覇気は使える。だけど、そこまで覇気を鍛えれてないっていう考えはワンチャンなのかもしれないよね。そしてね、やはりすごくね、これ悩んだんですよね。他の方々と戦った場合、どういった戦いになるのかっていうのをイメージした時に、まあやはり良いなのかなと。まあそれに関してはこの後のランキングでどんどん発表していきたいなと思いますが、現状では5位を超えてくる。まあ緑牛はね、さすがにちょっと新しく入ったばかりでこれ超えてくれないと、まあさすがにね、ちょっと期待外れかなと。あとはね、キザルさんがね、もしかしたら和の国で死んでしまうかもしれないというね、そんなような説も実は動画出しております。やはりね、今和の国に行こうとしている、それを止める赤犬、この流れが死亡フラグなんじゃねえかなって思うんですよ。そしてそろそろ大将の誰かがね、完全に落ちてもいいのかなとは思うんですよ。それを倒すさらなる力みたいなね、そんなのも来ていいんじゃないかなと思うんで、そうなるとまあ申し訳ないところでございますけど、キザルさんが落ちるんじゃないかなという予想をしております。それでは続いて第3位、一気にいっちゃいましょう。第3位は青キジでございます。ここで来る青キジでございますよ。そう、青キジに関してはね、ちょっとね、迷ったんですよ。青キジが来るのか、キザルが来るのかっていうのですごく迷ったんですけど、
青生地が来ます。なぜならね、やはりここの覇気でございますね。青生地の方が、まあ覇気は結構操れるんじゃないかなっていう予想。そして赤犬と戦って結構いい勝負をしてるんですよ。これを考えると、やはり青生地が、まあキザルにこう、混ざっても、いいんじゃないかなと思うんですよ。やはりね、僕の中で赤犬ってのは絶対的な力を持ってるんですよ。それと自分の能力の相性が悪いにもかかわらずいい勝負をしている青生地。じゃあそういった相性を抜きにした場合どうなるのかって言ったら、キザルさんと結構いい対決ができるんじゃないかなと思うんですよね。そして光といえばやはり最速でございますけども、レイリーさん悪魔の実食ってなくてもそれを止めれてるわけでございますよ。ということは青生地さんもそういう風に止めることは全然できるんじゃないかなと僕は思っております。そして若干話はずれますが、緑牛そして青生地っていうのはなんか僕の中では一生さんサイドな感じがするんですよ。だからこそまあ一生さんが先輩的な意味でいて、そして青生地緑牛とねこういるようなイメージをしてるんですよ。まあこれイコールまあその力がそういった流れって考えるのは違うかもしれないけども、なんかそんなようなイメージはあるよね。僕が前話したように新たに海軍のシステムができるとした場合、現海軍とそして新海軍同様に新政府も出来上がるっていうようなね流れができたとして、その新政府の一番上にミョスガルド星が来る、そして新しい海軍のシステムの大将として一将が来る、こういう風になったら面白いんじゃないかななんて思うんですよね。そしてそれについていく青生地だったり緑牛っていうようなね面白い展開を僕はちょっとイメージしております。そうなってくれたらめちゃくちゃ面白いよね。そして続いて第2位でございます。さあ第2位、驚きでございますよ。第2位は赤犬でございます。まさかの赤犬ですよ。ここで登場赤犬、嘘やろ、そこは違うでしょみたいなね。1位は赤犬でしょ。いやジョンさんそれマジインガザらしいっすわって思ってるそこのあなた、いやいやこれにもねちゃんと根拠があるんですよ。まあもちろんね青生地を赤犬が超えてくるっていうのは今までの戦いからねすでにこれはもう示されておりますが、一生に負けてしまうのかとね。まあもう同時に言ってしまえば、第1位、一生でございますね。もうこれも同時に言っちゃいましょう。もう話が繋がるんで、一気に話をしていきたいなと思いますが、まずこの赤犬と一生さんの繋がりでございます。赤犬の名前でも杯じゃないですか。で、一生が来る。一生杯。これ酒の流れで繋がってくるんだけど、もしかしたらね、ここが、何らかのつながりがあるんじゃないかなと。あまりなんかもう兄弟家族家族っていうとねちょっと僕の中でも嫌だなって思うんだけども、ただこの名前のつながりっていうのはなんか無関係に思えないんですよ。まあ共に和の国出身だったりとかっていうのは考えてもいいし、赤犬がすでに和の国について詳しかったりね、扉絵のシリーズを見てもやはり和に結構通ずるところがあるで考えると、赤犬一生ともに和の国出身説っていうのは出てくる。ここで家族説をね兄弟説をなんか立てていくのは僕としてはちょっと尺なんでね、まあつなげないですが名前として違和感は残るよね。杯一生、果たして無関係なのかっていうところでございますが、そもそもね一生さんが1位に来るところとしては、まあ、さっき言った青生地と緑牛のねこの上下関係でございます。緑牛が一番下にいる、まあ、先輩として一生がいる、そして真ん中に青生地がいるみたいなね、この流れっていうのは結構固いような感じはするんですよ。すでに緑牛は一生さんを先輩として慕ってるような描写もあるんで、そこは固まってくると思いますが、もしもここを位置づけていくのであれば、さっき言った5位、1一番下に緑牛が来る、真ん中の3位に青生地が来る、そして1位に一生が来るっていうこの流れが固まります。そして4位に来るキザル、なぜキザルを勝るのかというところでございますけども、光でございますよね。めちゃくちゃ早いですよね。だけど一生さん重力だよね。ってことは光を無力化できてしまうわけでございますよ。そして速度は力っていう風に言うのであれば重力も同様なんですよ。だからこそ光の能力を奪われてしまったら一生さんはキザルに結構簡単に勝てるんじゃないかなんて僕は思うんですよね。そしてそもそもなんですけども、ドレスローザでのあの一生さんの戦いっていうのは僕はね全然本気を出してるように見えなかったです。だからこそ今後ねその本気の戦いっていうのが見れるんじゃないかななんて思うんですよね。今言った根拠から光を無力化するこの重力っていうのを考えれば、
まあ一生さんとこのキザルのね力の上下関係っていうのは見えてくると思いますが、じゃあ赤犬に関してはどうなのか。まあこれに関してもね、やはり重力って相当ですよ。そもそも黒ひげがああいう風に強い力を持ってるわけじゃないですか。あれもまあ重力っちゃ重力じゃないですか。黒ひげに関しては引力っていう風になってくると思いますが、一生さんもそれ同様の力を持っているというか逆のパターンかっていう風に考えるのであれば、まあ赤犬さんより力はねあってもおかしくないんじゃないかなと思うんですよ。黒ひげがあそこまで強いわけだからね。黒ひげ一人で全然海軍本部潰せそうでしたからね。現在では4校でございます。一生さんが近い力を持っているのであれば、やはり海軍のトップに来るってのは全然あり得るんじゃないかなと。そして赤犬さんの力をね、重力で無力化するってのはできると思うんですよ。いくら赤犬さんの能力を飛ばしたとしても、溶岩を飛ばしたとしても、それを抑え込まれてしまったら無駄になってしまいますよね。だからこそね、赤犬さんより強いんじゃねえかなと。そしてもしも、衣装さんの年齢次第なんだよな。衣装さんの年齢がいくつかによりますが、僕の中ではなんとなく赤犬のお兄さんなんじゃねえかなみたいなね、そんなようなイメージもあるんですよね。というか兄弟としてね、やっぱね繋げたくなる自分はなんだかんだいるんですよ。なぜならそのドレスローザでの彼らの会話っていうのがすごい違和感を覚えて、というのが普通に考えたらね、大将が元帥にね、一生さんがあんな感じで反抗しますかね。ちょっと僕の中ではありえないなと思うんですよ。そしてこの一生さんのモデルを考えるのだとすれば、なおさら上下関係っていうのはめちゃくちゃ大事にしてると思うんですよ。なのにああいう風に言うっていうのは、もちろん正しくないことをしているこの海軍に対して不満を持ってるからこそっていうところもありますが、やはり何かしら近い関係にあるからこそっていう風に僕は考えてるんですよね。まあそうなったらそういったつながりも見えてくるんじゃないかななんて考えたりね。まあいずれにせよ、一生さんのこの能力っていうのは赤犬にも勝るんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。久しぶりのランキングでございますけどね、結構あり得るんじゃないですか。まさかの一生さんが1位っていう風になるとみんな驚くと思いますが、彼の能力、現在出てる能力だけでもやはりキザルさんを勝るところはあると思いますよ。そしてドレスローザで彼が本気を出してたように思えますか。僕は全くもって思えません。なのでそれが今後見れるとすれば面白いような形になるんじゃないかなと。そしてやはりその力としては、まあ一番になってくるんじゃないですかね。僕はそう思います。まあ現在ではね、赤犬っていうのは大将ではなく元帥なので、まあこのランキング若干矛盾するかもしれませんが、そういった新旧っていうのもまあ全部含めてのランキングっていう風に見てくれたらなと思います。それではこの辺で締めていきましょう。最後に皆さん、グッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく。この動画も目指せ1000いいねでいきましょう。あとぜひともね、私のツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。その際にね、ジョンさんフォローしましたよってね一言言ってくれたら僕もフォロー返しますからね。 OK、 あと音うたげまだ行ってない人、ぜひ遊びに行ってください。あともう少しで終わっちゃいますからね、ぜひともこの素晴らしい宴に遊びに行ってほしいなと思います。 OK、 それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!